私は思いますけど、はい、もうこれだけ走塁されると1点取られますよ、ね、そうですね、そういう、こう雰囲気を作り出すわけですね。そうなんですよ、ゼロで行かないんじゃないかなという、あ、やっぱりね、はい、守ってる側もそう思うでしょうしね、はい、だからそういう意味ではすごい大きな走塁だと思いますよ、あれ止まってくれたらですね、はい、ゼロで終わる可能性ってのが出てくるんですね。出てくるわけですね。ノーアウトランナー一塁三塁、初球打ちレフト、どうだ、櫻井見送った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出した。気迫の金本のスライディングを見て何かを感じたか櫻井、プロ入り初ホームランが飛び出しました。スリーランホームラン。